生活支援課の今出です。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人の生活・暮らしを速やかに支援するために、住民税・均等割・非課税世帯などに対して臨時特別給付金を給付します。給付金は1世帯あたり10万円で1回限りの支給となります。対象となるのは令和3年度分の住民税・均等割が非課税の世帯、または令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯員全員それぞれの年収または所得の見込み額が住民税・均等割の非課税に相当する水準以下となった家計急変世帯です。まず住民税・均等割が非課税の世帯についてお知らせします。住民税・均等割が非課税の世帯とは、基準日となる令和3年12月10日時点で世帯全員の令和3年度分の住民税・均等割が非課税の世帯です。ただし住民税が課税されている人の扶養親族や先住者のみの世帯は対象となりません。該当すると思われる世帯の世帯主に対し、ご覧の水色の封筒で臨時特別給付金支給要件確認書を発送しました。また市県民税の申告などにより新たに対象になると思われる世帯に対しても随時確認書の発送を行っています。案内が届いた場合はご自身の世帯が対象であることをご確認いただき、同封の記入例を参考に確認書を記入の上ご提出ください。ただし確認の結果給付対象ではない場合は確認書の提出は行わないでください。なお確認書の提出の際は新型コロナウイルス感染症対策のため郵送による提出にご協力ください。電子申請での提出も可能です。詳しくは案内に記載しておりますのでご利用ください。住民税・均等割が非課税の世帯に該当する場合、提出期限は確認書に記載の発行日から3ヶ月以内です。なるべく確認書は早めにご提出ください。また次のいずれかの要件に該当する場合、確認書を送付していない場合があります。世帯員に令和3年度分の市県民税の申告を行っていない人がいる、令和3年1月2日以降に東に転入し、かつ前住所地での課税情報が不明な場合、基準日である令和3年12月10日以前に死亡や離婚などの理由により令和3年度の住民税が世帯全員非課税となった場合、これらに該当する場合は臨時特別給付金担当までお問い合わせください。最後に家計急変の世帯の場合についてお知らせいたします。令和3年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの年収見込み額が住民税・均等割の非課税に相当する水準以下となる世帯が家計急変世帯となります。収入は給与、事業収入、不動産収入、年金を合わせた額で令和3年1月以降の任意の1ヶ月の収入を年収に換算して判定します。なお一度給付を受けた世帯に属していた人を含む場合や住民税・均等割の非課税世帯として給付を受けた場合、重複して給付を受け取ることはできません。家計急変世帯の給付には申請が必要となりますが、世帯の状況などにより必要となる書類が異なりますので、給付を希望される場合は
電話やメール、ファックスなどで事前にご相談ください。家計急変世帯の申請期限は令和4年9月30日金曜日です。お問い合わせは生活支援課臨時特別給付金担当、電話 22-9674、 ファックス 22-9661、 メール支援アットマークシティドットイガドットLG ドット JP までお寄せください。以上、生活支援課からのお知らせでした。